セメントをリンさんに売ってくれるなら、あなたと一緒に日本へ戻ります。やっとその言葉は聞けたよ。日本ではどうやって暮らすんですか？私がここへ来た目的は金を持ち帰るためだ。一生このクソみたいな仕事をしなくてもやっていけるほどの量をな。どうやって持ち帰るんです？ここを引き上げるとき日本人は何も持ち帰ってはいけない。違法になります。私が信じられないか。持って帰るさ。セメントの中に隠してな。セメント？でも台湾でもセメントが不足してるのに、売る余裕なんかないはずでは。相変わらず鋭い女だ。そんな私欲のためなら林さんにセメントを譲りなさい。もしもし。ああ、分かった。まさみ、愛してるよ。江亮。